ぜ私に。上級 ID は上位のアクセスができるけど、アクセスの開始には生体認証がいる。手伝ってもらいたいの。いいえ、これはあなたたちを手伝うことになるのかしらね。動かないでよ。ここから転移を。あなたはちょっと離れて。何をする気です？犠牲よ。あなたたちがこれで戦いやすくなる。転移装置に乗って。
尾形会長、森村の管理データの中に尾形健吾会長の AI が。なるほど、それであれほどの資金調達ができたのだな。この AI で敷島会長の裏のネットワークを使った。それは違うな、私がやらせたのだよ。森村博士は私の指示に従っただけだ。会長の意思だというのか。開発中のナノマシンを売り渡したのも、地上のあの惨状も、君が彼女を利用するからいけないのだよ。危うく箱舟計画が頓挫するところだった。この計画は何をおいても優先される。私の復活のために。クローンに自分をダウンロードする気か。新たな地球が私を待っている。そうはさせるものか。森村博士はどうした。死んだよ、あの殺し屋かね。人類は最後まで愚かだ。あと数人、その区画も持って3日。君の最後を憐れむとしよう。黙れ AI め、計画は中止だ。残念だが、すでに箱舟は旅立った。まだ通信圏内だ。君にアクセス権はない。人類の未来を AI の好きにさせるものか。生き残りの中でアクセスできるのは。それで私が博士だとしてどうしたいの。真実が知りたい。現状に至る真実が。だが分かっています、あなたは何も教える気がない。どうして。我々に知恵をつけられては困るのです。滅ぼすつもりだから。あなたは最初からこの世界を救う気なんてない。私が世界を滅ぼす。そうです。あんな怪獣が現れて私が一番困っているのに。その通りだ。それは嘘じゃない。あなたが第一に考えているのは2188年に立てた計画の遂行だから。だが現状は計画から逸脱しすぎている。イージス作戦が成功すると世界のリセットが不可能になる。森村博士の思惑に反する作戦だ。博士はどうあっても阻止するつもりだろう。 UFO の中枢の適合者は入面者の事件の3ヶ月前、世界企業の敷島は入面者を買収。インナーロシターというナノマシン情報世界トップレベルの企業、地下の円盤へ案内したあの日、あなたは言いましたね。どうにもならないと。ここが UFO の中枢？ええ。まったく沖野くんったら、真面目にやらないくせにこういうところだけ無駄に来る。沖野、こっちの話よ。それよりこの有様は不穏な出来事でもあったのかしら。そうですね。敷島のドロイドだ。飯田さんが配置したのか。どれも撃たれている。
フェイザー銃によるダメージだな。全部壊れて停止しています。そう、早速始めるわ。本当に可能なんですか？システムは把握できている。この異常な事態の元凶、D コードを排除できるわ。それなのに先生はイージス作戦だ。あなたの言う通り、操られているか、それとも自分だけ生き残るつもりか。まさか。それはまだ解析できていない領域ですね。一体どうやってアクセスを？上級管理者の ID なら全システムにアクセス可能よ。その ID を見つけたのですか？そうね、見つけたの。ダメだわ。セクター3の中枢は攻撃を受けてほとんど機能していない。ここでは処理できそうもないわね。仕方がない、司令船に直接命令を送るわ。司令船？UFO を管理する軌道上の母船。未来人の箱舟ですか？宇宙人の侵略基地かもね。司令船と通信が途絶えている。地平線の影に隠れている青年。通信再開まで35分か。待っていられないわ。別のリンクを探しましょう。この修正で D は現れなくなるのですか？根本的に解決されるはず。でもすでに処理されたものはどうにもならない。それではすでに自動工場で作られた D はどのくらい作られているのか確認しなくては。騎兵はやはり必要です。その方がいい。イージス作戦は危険だわ。つまり D コードが起動した後ではどう修正しても計画に影響が残る。修正には D コードを取り除きループさせた方が効率的だ。当初の計画通りに戻すことをあなたは考えている？それは考えすぎね。ループ自体は全セクターの中枢が D に制圧されなければ起こらない。だからあなたはここを滅ぼさせて世界をリセットする。今あなたが一番心配なのはイージス作戦だ。イージスは単なる防衛機能じゃない。ターミナルは自己防衛のため封鎖され、そのターミナルから世界を管理できなくなる。全てのターミナルが塞がれば我々は中枢と切り離され、ループも消滅も起こらない。だがそうなってはあなたの計画は失敗だ。計画のゴールはここではないのだから。仮にその話通りだとしてあなたはどうするというの？話を最初に戻しましょう。森村先生殺害の犯人です。誰だと思うかと聞かれましたね。あなたが森村千尋博士なら先生殺害の犯人はあなただ。へえ。イージス作戦を推進する先生は全てをリセットしたいあなたには邪魔だった。面白い推理だけど言いがかりね。あなたがどこか私を敵視する理由はわかります。あなたはゴートレンヤによって入面者を追われた。買収元である四季島にとって邪魔だったからだ。その後あなたはこの箱舟計画を率いる尾形健吾の指示で。尾形健吾、尾形年次の父親であなたの才能を認めていた四季島の会長。彼は老衰で2187年に亡くなっている。
だが私がここで言う尾形健吾とは、死後あなたが秘密裏に彼の記憶を複製した AI の名だ。あなたはそれに操られていた。助言をもらっていただけよ。それも記録ね。ええ、ゴーとレンヤがその AI を見つけた。あなたの死後コロニーでの記録です。あなたは18歳になったクローンに記憶のダウンロードを施すようセットしている。あなたがこの計画に対し人類を救う使命感があったのは間違いないが、尾形健吾を復活させるためだというのも事実だ。森村千尋のクローンに森村博士が入る。そしておそらく尾形年次のクローンに尾形健吾が入る。だからあなたは計画通りにこだわる。あなたから見れば森村先生は保身のため計画を台無しにする出来の悪い分身だ。殺すのにためらいはない。残念だわ。やはり始末するほかないよね。さよなら。